インターコンチネンタルカップと FIFA フフクラブワールドカップの結果一覧は、インターコンチネンタルカップと FIFA フフクラブワールドカップの2大会を通した決勝戦の結果と統計を示す。なお、各年の詳細な試合結果については両大会の記事も参照のこと。1950年代当時、欧州と南米は、サッカー競技において圧倒的な強さを見せていた。しかし、 FIFA フフワールドカップのようにナショナルチーム同士による世界一決定戦はあったもののクラブチーム同士によるそれはなかった。そこで1960年代から南米にてコパリベルタドーレスがスタートしすでに1955年に始まっていた UEFA チャンピオンズカップの優勝者と対戦するインターコンチネンタルカップが開設された。 その後、サポーターの加熱化などにより当初のホームアウェイ方式から日本での中立地開催に変わった。ものの、他地域との実力差などから、事実上のクラブ世界一決定戦という地位は揺るがなかった。ところが、20世紀終盤頃からアフリカ、北米、アジアなど他地域の実力が急速に向上し、欧州、南米に迫るようになっていった。 そこで、FIFA は2000年に FIFA クラブ世界選手権を新設し、真の意味でのクラブ世界一を決めることとした。第1回大会は結局失敗に終わり、2001年から2004年まで中断していたものの、2005年にインターコンチネンタルカップを統合し、2006年に現名称の FIFA クラブワールドカップとなり、名実ともにクラブ世界一決定戦と呼べる大会が誕生した。 FIFA は2017年10月に開催された、評議会において、インターコンチネンタルカップで優勝したチームを正式に、クラブ世界一と認定した。ファイル、コッパインターコンティナントル、SVG インターコンチネンタルカップ。2005年以後、大会を、FIFA クラブワールドカップに継承。FIFA クラブワールドカップ。中、UEFA チャンピオンズカップの覇者アヤックスが、 出場辞退したため、準優勝のパナシナイコスが出場した。UEFA チャンピオンズカップの覇者アヤックスが出場辞退したため、準優勝のユベントスが出場した。UEFA チャンピオンズカップの覇者バイエルン・ミュンヘンが出場辞退したため、準優勝のアトレティコ・マドリードが出場した。UEFA チャンピオンズカップの覇者リバプールが出場辞退したため、 準優勝のボルシア・メンヒエングラート・バッハが出場した。UEFA チャンピオンズカップの覇者、ノッティンガム・フォレストが出場辞退したため、準優勝の丸目が出場した。UEFA チャンピオンズリーグの覇者オリンピック、マルセイは、八オチ事件の責任で優勝者としての活動を禁止されたため、準優勝のミランが出場した。ありがとうございます。